はですね、仮想通貨の話をですね、ちょっとしていきたいと思います。仮想通貨ビットコインとかリップルとかですね、今めちゃくちゃ上がってるじゃないですか。仮想通貨って1年前とか100万円だったんですよ。ビットコイン1ビットコイン。で、今はですね、650万円ぐらいなんですけど、で、仮想通貨以外にもアルトコインっていうのがあるんですよ。アルトコインっていうのは、すみません、ビットコイン以外にも仮想通貨っていうのがあって、それはアルトコインっていうんですけど、まあ、例えば、リップルとか、ネムとか、まあ、イーサリアムとか、まあ、そういったことを、まあなんとなく聞いたことある方いるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、何百、何千、何万種類っていう形でですね、何万までいくかわかんないんですけど、まあ、とりあえずめちゃくちゃあるんですよ。何千種類って、仮想通貨って。だから生まれては消え、生まれては消えっていう世界なんですよ。だから本当に、あれです、ビットコインが超メジャーで、で、その下にイーサリアムとかあったりとかして、で、その下にもっと、まあまたリップルとか、で、その下にまた、そうですね、まあステラルーメンとか IOST とか、まあいろいろあるんですよ。そう。で、仮想通貨、まあ、本題としてはですね、まあ、仮想通貨って多分今めちゃくちゃ興味持ってる人たくさんいると思うんですよ。仮想通貨始めようかな、どうしようかな、みたいなことを思ってる人って多分めちゃくちゃいると思っていて、で、まあ、僕なりの考えなんですよ。てか、僕なりの考えなので、これが正解か不正解って言ったら、別にどちらでもないんですよ。やっぱり最終的に決めるのってご自身なので、僕なりに考えは、種銭がないんだったら絶対やめた方がいいですね、仮想通貨。やるんだったら最低100万、最低の最低100万からかなっていう感じですね。最低の最低100万からだな。で、あとは、なくなる覚悟でやった方がいいですね。0円になる覚悟。これがないんだったらやらない方がいいですね。僕は、ぶっちゃけ0円にもなる可能性って絶対あるじゃないですかって、今までハッキングされまくってるので、仮想通貨って。詐欺もめちゃくちゃ多いんですよ、仮想通貨。だから0円になる覚悟はもちろん嫌なんですけど、やっぱり、あるっちゃあるんです。まあ、嫌なんですけどね。そう。僕の仮想通貨のですね、出会いをとか話すと、僕ね、仮想通貨あれなんですよ。ビットコインが3万から5万円の時に始めてるんですよ。だから5、6年前とか、6、7年前とかそれぐらいですかね。結構前から、やってて、たまたま友達が仮想通貨やってるから、なんかめっちゃいいとか言ってたんですよ、その時。じゃあ俺もやってみようかな、みたいな。だからよくいつも言うじゃないですか。とりあえずチャレンジしてみろ、みたいな。とりあえずチャレンジしましょうっていつも言ってるんですけど、僕もやっぱり数年前からチャレンジしてるわけなんですよね、こうやって。だから、7、8年前に eBay やったりとか、例えば5、6年前にブログやったり、アフィリエイトやったり、で、また5、6年前にビットコイン買ってみたりみたいなことをやっていたわけなんですよ。で、一番いい時はですね、30ビットコインぐらい持ってましたね。トータルで。30ビットコインなので、今の価値に直すと、650万ぐらいですよね、今。なので、650×30。650×、違う違う。650万 ×30。1、10、100、1000万、10万、10万。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万。1億9500万円、それやばい。1億9500万円持ってたらしいんですよ。売らなければ。売らなければじゃない、パクられたんだ。パクらなければ。1億9、だから2億円近くの、ビットコインを保有していた人になれてたわけなんですよ。じゃあなんでこれ、その2億円分のビットコインがなくなったかっていうと、昔ハイプ投資を、なんだっけな。あれです。ポンジュスキームだ。ポンジュスキームっていう、よくあるじゃないですか。両学長とか中田敦彦さんとかよく言ってるじゃないですか。ポンジュスキームみたいな。これがそうなんですけど、例えばその、誰かとかその機関とかにおか、あのビットコイン、仮想通貨を預けて、その代わり預けた分の1日1%配当で渡しますよみたいな。
で、最初は数日間、数週間とか、1ヶ月とか配当って返すんですけど、ある程度お金が集まったら飛ぶんですよ、大元が。だから、元本回収できないまま、飛ぶんですよ。僕が飛ばれたのはですね、ビットリージョンと、D9 と、アジアビッツと、あとなんだっけな、あと4つぐらいあったんですけど、まあ、アホですよね、本当に。そう、それの時に確かね、D9、ビットリージョンか、ビットリージョンでも多分ね、10ビットコインぐらい持ってかれてますし、D9 っていうのも21ビットですね、3アカウントあったんで、あれ？違う。7コインが3アカウントあったんで24ビットか。うーわ。あったので持っていかれたわけなんですよ。これなんでかっていうと、その仮想通貨やろうよって言った友達が、ここに預けると1日何パーとか、例えば1ヶ月に30パーとか、まあ、配当金がもらえるよみたいな、配当がもらえるよみたいなことにそそのかされて、あ、それめっちゃいいじゃんみたいな。僕はそうだ。結構疑ってたんですよ。いや、そんな美味しい話あるわけないじゃん、みたいな感じで、めちゃくちゃ疑ってたんですけど、結局友達とそのもう一人の友達が、うわ、これやるしかないっしょ、みたいな。これやんなきゃ頭おかしいでしょ、バリぐらいに、やっぱ僕に言ってくるんですよ。いや、これ絶対やるっしょ、みたいな。で、僕はまあ、その時の価値が多分1ビット10万円とか、まだそれぐらいだったと思うんですよ、多分。10万円とか15万円とか。多分それぐらいの価値だったので、ああ、じゃあ、そうだな、やってみるかみたいな。まあ、チャレンジ精神が逆に裏目に出たみたいな感じですね。そう。で、そこで預けて、最初はね、いくつか配当金返ってきたんですけど、結局、1ヶ月、2ヶ月ぐらいで、アカウントログインできませんみたいな。要は、大元のサイトは存在できませんみたいな現象になるんですよ。そう。で、ここで自分の仮想通貨ぜ、あの、パクられたんですよ。で、その時にはですね、数枚 ?1、2枚ぐらいのビットコインをリップルとかネムとかに、僕は一人だけ換金しといたんですよ。何かあると思って。だから、リップルとかネムが多分ね、1円とか3円とか、めちゃくちゃ安い時に、何万枚とか多分持っていたので、まあ、一応、全部取られたわけではないんですけど、まあでも取られた金額、まあ今のはまあた、もちろんたらればですよ、たられば。僕はたらればの話とかすごい好きじゃないんですけど、たらればですよ、万が一今持っていたら2億円ぐらい持ってたってことなんですよね。まあ、ただのたらればの話なんで、そう。だから、で、さっきお風呂入ってて、YouTube 何撮ろうかなと思った時に、今日リップルが100円超えて、めちゃくちゃお金増えてんじゃんみたいな感じで思ったのと、ふと考えた時に、その明らかに怪しい話じゃないですか。配当金1日1%出ますよみたいな。で、それはですね、頭の中でふと考えてたんですよ。なんであの時もっと疑わなかったんだろうなみたいな考えてた時に、これ思ったことが一つあって、要は、その時に誰一人、それって、ポンジスキームじゃんっていうキーワードが誰一人出なかったんですよ。その時ね、普通に仕事してて、例えば会社の同僚とか友達とか会社の先輩とか社長とか、たくさんいるじゃないですか、人って。で、なんかその会社の中で、あいつらなんか仮想通貨やってるみたいだよとか、やっぱ噂とかって広がるじゃないですか、なんとなく。で、その時に、誰かが一人でも、配当金で1日1%もらえるなんてありえないことが知ってる人がいて、もしその知ってる人が、それってポンジスキームだよって言ってくれて、で、僕がそのポンジスキームって、なんだろうと思ってインターネットで検索したら、めちゃくちゃその手法じゃんってなるわけじゃないですか。で、なんで人ってこう、投資詐欺とか、うまい話に騙されるかって言ったら、やっぱり知らないんですよ。それが何かって。だって、僕らがやっていたことで騙されたことって、誰一人し、周りの人が、それポンジスキームだからやらなければ、やらない方がいいよって、もし誰かが一言でも言ってくれたら、
やっぱりやらなかったかもしれないし、やっぱり自分がポンジスキームっていうキーワードを知っていれば、やっぱりそういった詐欺に遭わなかったもかもしれないので、やっぱり自分の環境って結局周りで言って自分の環境と一緒なんですよ。だからその時の自分のレベルとか環境って結局周りって同じ人たちの集まりでしかないと思ったんですよ。お風呂で入ってた時に、その5年前6年前に仕事してた時に、そのキーワードが一言も出なかった時にですね、周りをよく見渡したんですよ。記憶の中で周りの人たちの顔とか環境とか、そうするとその時の自分の、考え方であったりとか、レベルっていうとあれですけど、やっぱり一緒なんですよ。だから類は友を呼ぶなんですよ、まさに日本の言葉で言うと。そうだからみんな騙されたわけなんですよ、その時。でも僕の友達は最大で200ビット持ってましたね、その時。だって200ビットって当時の価値で言うと1ビット5円、5万円だったら100万円です。1000万か。1000万円ですからね、たった。今持ってたら20億。200ビット。今持ってたらいくらだ？ 1200、20億ぐらい？すごいっすね。でもそいつ全突破したんで、D9 っていうところに、リットビージョンもそうか、2つに、全部なくなっちゃったんですよ。半端ないっすね。今は社長やってるんですけど、その友達は。普通に事業をやってるんですけど、いや、すごいな。そうそうそう。でですね、仮想通貨、僕のこの、今いくらになってるかなと思って、久しぶりに見てみたら、これ4月6日ですよね。で、今日リップルめちゃくちゃ上がってたんで、開いてみたんですよ、自分のアカウントを。で、もう、本当にそんな過去の話、なんか、嘘っぽいじゃないですか。何億とか何千万とか。で、今持ってるの調べたら、コインチェックが570万円ぐらいあって、で、あとこれはね、ポロニエックスか、海外の取引所も持ってるんですよ、僕アカウントで。ポロニエックスとかバイナンスとかいろいろあるんですけど、そっちでも200、620万か、620万あるので、約1200万円ぐらい、残党が残ってるんですよ。で、僕のね、その仮想通貨1000万超えたやり方っていうのを、今回ちょっと特別に簡単に伝えると、僕は安いコイン買ってたんですよ。例えば、今さっき開いたんですけど、ちなみに、仮想通貨やりたいなと思う人がいたら、今度ね、調べればいいんですよ。一回 YouTube とか Twitter とかで。そうすると、リップル300円とか。これはステラルーメンかな？ 99XLM。ステラルーメンであったりとか、例えばこの人だったら、4時間前ですよね。佐々木啓太っていう人はね、これ僕結構見てる。たまに見るんですけど、リップルが1000万に行くかもしれないとか、リップル上がりますとか、クワンタムも上がってますね、確かに。で、リップルとか。で、リップル爆上げとかってあるじゃないですか。でもね、これ逆なんですよ、実は。以前出川さんがですね、CM した時にコインチェックでネムパクられたじゃないですか。80何億円か忘れましたけど。あの時も僕ネムめちゃくちゃ持ってたんですけど、やっぱりパクられたんですよ。で、こう盛り上がってる時って逆に一番危ないんですよ。僕今めちゃくちゃ盛り上がってるので、暴落するか、まためっちゃ上がるかみたいな感じで思ってるんですけど、でも僕の場合だと、要は2億円ぐらい、たらればの話なんですけど、なくなって、で、今1000万以上あるんですけど、別にないもんだと思ってるんですよね。だって、ぶっちゃけ1000万あったとしても、税金これ、仮想通貨で雑所得になるんですよ。雑収入。要は、
事業所得じゃないですよね。雑所得になるんですよね。だから、55%でしたっけ？それぐらい税金って引かれちゃうんですよ。で、1億も、2億儲かったら1億みたいな。で、税金高くなるみたいな感じになるので、なんか別に、1000万あって利益が500万円とかだったら、なんか全然美味しくないじゃないですか。だから僕はもう、枚数持ってるんですよ。安いコインの。だから、放置スタイルでもずっと行くっていう形なんですよ。で、なんでこんなに増えたかっていう、僕のやり方っていうのが、まあ、例えば、安いところを調べるんですよ。例えば、このコイン月光っていうサイトとか開いて、例えばこう、ランキング出るじゃないですか。仮想通貨。で、仮想通貨ってこんな感じで、100から67、すご。6700コインぐらい あるみたいなですね。で、僕がやっていた方法は、要は、ビットコインだと600万円だから、1枚買うのに600万円なんですよ。だから600万円あっても1枚しか買えないんですよ。でも、例えばこれが100、エイダだと100円だとすると、600万円だったら、6万枚買えるわけじゃないですか。だから上がった時の確率っていうのは枚数持ってる方がやっぱり美味しいんですよ。だから僕はビットコイン持っていた時にリップルとかネムとか、要は安いコインっていうのを枚数保有するやり方に変えたんですよ。で、例えばこういったサイトを見た時に価格とかを押すと、この安い順に変わるんですよ。安い順に。で、安い順に変わった時に、例えばポロニエックスとかバイナンスとかコインチェックとかビットフライヤーとかで、ここを見て安いやつをとにかく買いまくったんですよ。何万枚とか何十万枚とか。だから例えば僕だったら今持ってるコインって言うと、ポロニエックスシアコインとか、ドージコインとかデジバイトとか、この辺を安くて、取引所で買えたので、とにかく買ったんですよ。何十万もいて。で、もうめんどくさいから放置しようと思ったんで、だからトロンとかいいっすよね、今。トロンとかは、上がると思いますね。やっぱ7日間で91%上がってるので。で、例えば、僕、同時コインとか超買ったんですよ。見れるか、これ。あ、見れた。同時コインが僕、1、10、100、1000万、63万枚持ってるんですよ。やばいっすね。同時コインだけど僕63万枚持ってるんですよ。だから同時コインだけで420万円ぐらい持ってて、で、例えば、最近イーロン・マスクがテスラのツイッターで嘆くんですよ。つぶやくんですよ。なんか同時コインはなんか応援してるとか、なんかつぶやいたんですよ。で、そうしたらめちゃくちゃ同時コイン上がったんですよ。柴犬のコインなんですけど。で、例えばこのチャートっていうのがあるんですけど、よく見ますよね。FX とかでも株とかこのチャート。要は仮想通貨ってチャートがめちゃくちゃとんでもないことになるんですよ。まあ、例えばこれ同時コインのチャートなんですけど、例えばこれ24時間チャート。だから1日のチャートの流れ足。ローソク足っていうんですけど、で、これが7日間の、チャートの足。で、これが2週間。で、これが1ヶ月。で、これが3ヶ月。で、この辺から結構バグってくるんですよ。バグってくるっていうか、とんでもないことになってくるんですよ。これが3ヶ月。で、これ180日だから、半年間。で、これが、1年間。で、これがマックス。だから今までの同時コインの、僕、多分、同時コインだから2000、そうですね、この辺から持ってますね。だから0.0002ドル。だから、0.1銭とかってことですかね。わかんないですけど、多分それぐらいに、なんかギャグで買いまくったっていうか買ったんですよ。多分10万円とかでもめちゃくちゃ買えるんですよ。だって0.1銭とかなんで、多分日本円に直すと。で、仮想通貨ってこういったことが起こるんですよ。一気になんか、
爆上がりするみたいな。で、この辺から確かイーロン・マスクが、そのドージコイン、気に入ってるよみたいなことを話したりとかしてるんですよ。でもこれ株とか FX だとまずありえないんですよ、こういったチャートって。だから仮想通貨って投資っていうよりも投機なんですよ。結構ギャンブル寄りなんですよ、その投資よりも。だからこれだったら、例えば、ステラも持ってますね。ステラも持ってるし、あとシアコインっていうのも持ってるんですよね。例えば価格順にして、あれ、押せない。だからこの安いのをね、とにかく買いまくったんですよ。その昔、2、3年前に。シアコインとかも。だからシアコインとかも見ると、要はね、もう、チャートっていうのがもうバグりに来てるんですよ。今の、この2021年。あ、こんな感じですね。今までここで、なんか、ずーっと停滞してるわけなんですよ。ずーっと。プラマイゼロみたいな。で、一気にこう、爆上がりしてるわけなんですよ。で、こういったことが世の中ある世界なんですよ。で、これがですね、ビットコインとか、イーサリアムとか、例えば、もっと高いやつですよね。あとリスクとか、まあ、いろいろあるんですけど、高いと枚数持てないんですよ、そもそも。だから、僕はもう、やるんだったら、とにかく安いコイン買って、枚数保有して、あとは放置。で、こういった時まで待っている。で、仮想通貨はなくなっちゃうものかもしれないし、税金も高いもの。だから、上がったらラッキー、上がんなかったら、まあ、そのまんまだみたいな感じで思っていて。だから、結局ラッキーと思ってるだけなんですよ。こんなの上がっても。で、ちなみに、ハードル高いじゃないですか、海外の、取引所開設するのって。だから日本だと、まあ、財布とか、ビットフライヤーとか、コインチェックとかなるんですけど、まあ、コインチェックでいいんじゃないかなと思いますね。コインチェックって以前やっぱりハッキングされてるんですけど、ハッキングされたからこそ、やっぱり、ガードって高くなるものだと僕は思うので、僕は基本、コインチェック使ってますね。あ、あとビットフライヤーもあるか。ビットフライヤーもいくつか入ってるので、もっとお金ありますね、そう思うと。忘れてた。だから例えば、今だったら、例えば、コインチェックとか開いて、あ、こっちか。だからコインチェックで安い銘柄っていうのをやっぱり仮想通貨ってつれ高するんですよ。結構上がるときはみんないっぺんに上がるんですよ。下がるときは逆にみんないっぺんに下がるんですよ。っていうことはみんないっぺんに上がるんだったら枚数持ってた方が得なんですよ。で、僕がやってた方法はコインチェック、要は日本の取引所、まあ、海外の取引所はもうハッキングとか何か怖いんであんまり入れないようにするんですけど、だからまあ日本だと多分今一番安いのがこれなんですよ。 IOST っていうのが多分一番安いんですよ、そのコインの金額で言うと。だからモナとかだったら250円、ネムだったら50円、イーサリアムだったら230円、あ違うか、23万円、IOST だったら6円、リップルだったら100円で、ビットコインだったら640万円。だから IOST っていう仮想通貨だったらまだ1コイン6円で買えるんですよ。でも IOST って安いじゃんって思うかもしれないんですけど、この IOST って昔0.5円とかで買えてたんですよ。だからある意味もう10バーガーになってるんですよ。10倍になっちゃってるんですよ。だから10倍上がった今からまた買うのか、もう買わないかっていうのも、だからその辺もまたあれですよね。あ、この辺ですね、例えば。あれ、これ IOST かな。IOST。
で、IOST で例えば、チャートを冷やしにして、で、ここですね、ここ。高値とかが安値とかいろいろあるんですけど、約6円ぐらいだったんです。あ、0.6円か。1円にもいかなかったんですよ。2020年の8月だから、約半年前とかは、まあ11月とか、12月だから約半年前とかは、0.5円とかで買えてたんですよ。1枚。IOST、コインチェックで。で、今ですね、3月、4月か、4月になると、6円になってるんですよ。だからもう10倍になってるんですよ。だから、1枚買うのに10倍のお金を投資しないと今って買えないんですよ。だからビットコインだって1年前100万円が今600万円じゃないですか。だから、めちゃくちゃもう上がってるんですよ、実は。今から仮想通貨やりたいなとかっていう思う人ってたくさんいると思うんですけど、実はもうめちゃくちゃ上がりまくってるんですよ。チャート的には。で、これを上に突っ切るか、まあ、はたまた調整して下に下がるかっていうのは誰も予想できないですし、僕も予想できないですし、もうそもそも僕なんかに仮想通貨のやり方を教えてくださいとか言わない方がいいですね。だって僕何も分かってないわけじゃないですか。だから分かる人なんていないんですよ、そもそも。そう。でも、こう、なんとなくの、やっぱり情報っていうのは手に入れることできるじゃないですか。あ、じゃあ IOST ってコインチェックでも安いんだなと思ってチャート見た時に今6円だけど、あ、半年前に買えば、うわ、10分の1で買えたじゃんってなるじゃないですか。だから10分の1で、めちゃくちゃ仕込んでいけば、要はもう今10倍になってたわけなんですよ。この時に例えば10万円仕込めばもう100万円になるみたいな。僕この時に確か IOST で20万円ぐらい仕込んどいたので、確か7月ぐらいですね。このぐらいにもう、要は IOST がコインチェックに上場したときに、絶対じゃないわ。確率論で考えたときに上がる、枚数めちゃくちゃ持てて上がるだろうと思ったので、買ったんですよ。20万ぐらい。で、蓋開けてみればもう10倍になってるわけなんですけど、こういったのを、やっぱり誰も注目してないときに、そこにお金を突っ込んで放置しとくっていうのをやらないと、やっぱり、今騒がれてるわけなんですよ。仮想通貨、YouTube とかでも。例えば、IOST とか仮想通貨出ますよね。そうすると、5日前とか、例えば3時間前とか、2時間前とか、もうめちゃくちゃ騒がれてるんですよ。なんで騒がれてるかって言ったら、今10倍に増えてたら、それは誰でも騒ぐじゃないですか。だってもう事実論で10倍になってるわけなんで。で、この10倍になった時に今、IOST、4月から爆上げとか、最も安く買う方法とか、100倍チャンスとか、やっぱりこう、みんなが注目してきた時って、やっぱり稼げない可能性もあるんですよ。一番いいのっていうのは、稼ぐのっていうのは、この辺で仕込んだ人たちなんですよ。ビットコインも、例えば、リップルもネムも、本当にこの横横になっていたときに、そこに稼げるっていうか、そこにお金を入れられる人が、やっぱり何億とか、何十億とかって稼げる世界なんですよ。投資って。だから、今から、例えば、知り合いの方とか友達の方が、いや、俺は今から仮想通貨で稼ぐんだって言っても、ぶっちゃけ蓋開けると、10倍とかもうなりきった後なんですよ。5倍とか、ビットコインであれば6倍とか、100万円から600万円で6倍とか、IOST だったら10倍とか、リップルとかだったら、まあ最近20円とか25円ぐらいになってたんで、もう4倍ですよね。で、ネムとかも、ネムはまだ横ばいか、結構、ぐらいになってるので、で、こっから爆勝ちできる人っていうのは、本当に何百万、何千万単位で入れて、亡くなる覚悟でやる人は爆勝ちができると思うんですけど、結構上がりきった後なので、今更5万円とか3万円とか、10万円とか入れても、そんなに勝てないんですよ。勝っても本当に数万円とか、行って10万円、20万円とか、
かなって思うんですよ。だからこそ自分のビジネスをやりましょうってことなんですよ。自分のビジネスっていうのは、例えばブログであったりとか、YouTube とか、物販とか、自分をブランディングして、自分の柱でやっていくことっていう方が重要なんですよ。で、そこでお金を稼いで、そのお金っていうのを配当金に回すんですよ。例えばアメリカ株であったりとか、ファンドとか、インデックス投資とか、S&P500 とか、今すごい、ファイヤーとか騒がれてるじゃないですか。そう。だから、最初は事業で稼がなきゃダメなんですよ。お金持ちになるためには。そう。でも、投資で本当に稼ぎたいのであれば、本当に何百万何千万入れて、で、こう、誰も注目してない時に、そこのに、要はお金を入れられているかってことがすごい大事なんですよ。そうですね。こっちも今、そうですね。1000何百万あっても何も気にしないですもんね、そもそも。税金で持ってかれるんで。だから僕がやったのは、同時コインとか横、ずっと停滞してたじゃないですか。こんな感じで。で、そこでぶち込んだんですよ。何枚だ？ 1、10、100、1000万、64万枚コイン。64万枚コインですね が今、420万円とかなってるわけじゃないですか。だから、同時コインで64万枚持ってる日本人ってあんまいないと思うんですよね、多分。100人はいないんじゃないですかね、多分。僕の勘なんですけど。100人はいないっすよね。だって同時コインってビットフライヤーとかコインチェック、要は日本の、取引所で買えないんですよ。海外しか買えないんですよ。だから多分バイナンスか、まあバイナンスで買えるのかな？バイナンスでちょっとあるかわかんないんですけど、とりあえずポロニエックスだったら買えたんで、その時に、まあもう3年前とかですよね、多分。3年前に62万枚ですよね、にぶち込んで、今、イーロン・マスクのおかげで、400万超えてるみたいな。だからこれでイーロン・マスクとかがもうちょっと騒いでくれれば、まあ結構簡単に1000万とか超える可能性もあるんですよね。でもこれも結局たらればの話で、もともとビットコインが残っていればそもそも2億円ぐらい持ってたわけなんで、あーってなりますよね、本当に。で、やっぱこの、悔やんでもしょうがないので分析したんですよ、自分の頭の中で。なんであの時俺は騙されたんだって。そうしたら、周りの環境と自分の環境っていうのが、要は、全くの同レベルだったんですよ。そう。だからその時に勉強していて、知識が詳しい人がいてくれて、もし知り合いでも友達でも、例えばメンターでも何でもいいんですけど、で、その人に相談した時に、あ、それって多分、あれですよ。なんだっけ。いつも名前忘れちゃうんですよね。なんだっけ。ハイプ投資ですよね。そう、人をたくさん集めて、配当金で、詐欺するやつ。いつも名前忘れちゃうんですけど、それなんですよ。あ、それだよって言ってくれれば、ああ、そっか、みたいな。じゃあ今すぐ全部下ろすわってなったかもしんないじゃないですか。だから結局、環境ってすげえ大事だなと思ったんですよね。だから今だったら、例えば怪しいそういった仮想通貨の詐欺案件が来ても、100%やらないですもん。うん。絶対やらないですし、例えば僕の友達とかが、知り合いの方とかが、こんな仮想通貨の投資案件来てんだけど、例えば、あなたどう思うとか質問されたら、ある程度的確に答えられる自信っていうのはあるんですよ。やっぱりやってきましたし、実際に詐欺られた時もあるので、そう。だから、そういった人たち、そういった人がやっぱり近くに一人でもいるのって、すごい大事だなと思ったんですよね。だから、環境って本当大事だなと思ったんですよね。そう。だからまあ、もしですね、それでも仮想通貨やりたいとか、まあ、やってみたいっていう人がいるんだったら、僕はもう、日本のか、まあ、取引所限定ですね。で、何のコイン買うかって言われたら、IOST 買いますね。だってまだ6円で買えるので1枚。
ビットコインは600円なんですけど、あ、600万円か、600万円なんですけど、1枚買うのに。IOSC だったら1枚6円で買うので、だから、万が一誰かが、仮想通貨やりたいなって、僕質問来たら、とりあえず僕は IOST かな、今やるんだったら。IOST が NEM ですね。NEM だったらまだ横横なってるんで、だからこれから爆上げ期待して、まあ NEM か、まあそれか枚数持てる IOST の2択ですかね。まあそこに入れても、また最低100万円は入れたいですけど、まあなくなる覚悟で50万ぐらいとか、IOST50 万円入れて、で、もし60円になれば10倍テンバーガーなので、500万円か。とか、まあ、ギャンブルですね。そのギャンブルだったらやってもいいかな、みたいな感じですかね。だからまあ結局、ここの時に仕込めないとダメなんですよ。今こう YouTube とかニュースとか、騒いでるじゃないですか。でも、それだとちょっと一歩遅くって、本当はここの時期に、投資っていうのはここの時期に仕込めるか仕込めないかで、大きく結果って変わってくるんですよ。で、僕はたまたまですよ。たまたま仕込めたので、何千万って行きましたけど、それはやっぱり、いつものようにチャレンジ精神があったからなんですよ。でも、今何千万あったとしても、これからまたハッキングされるかもしんないですし、要はいくらでも仮想通貨ってなくなるリスクってめちゃくちゃ高いんですよ。株とか FX に比べて。だってめちゃくちゃハッキングされてるじゃないですか。海外でも、日本でも。なんですよ。だからなくなる覚悟で、まあやっていかないと結構厳しいかなって思いますね。一番は事業投資ですね。自分のビジネスを持って、そこを成長させた方がいいっていうことをですね。絶対に。って感じですね。じゃあまあ、そんな感じで。仮想通貨の話とかもですね、またちょいちょいやっていこうと思うので、また聞いてください。失礼します。